村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー小橋ろこです。村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。4月に入りましたということで、4月1日日銀短観なんかも出てるんですが、まあ、それはちょっと後ほど伺うとしまして、はい、まずちょっとアメリカの状況から。先週金曜日は、グッドフライデーイースター休暇でアメリカの、まあ、債券株式市場がお休みとなる中、コア PC 価格指数などが発表されました。前月比プラス 0.3% というのは予想通りだったんですが、1月分がプラス 0.4 から 0.5% に上方修正されるなど、過去1年で見るとこの 1,2 月の伸び率というのはかなり大きかったかなということなんですが、うん、はい、こういうものを見て、またインフレのこう再浮上というものを警戒してなのか、ウォラー FRB 理事は利下げを遅らせるか回数を減らすのが適切だと言ってみたりですね、うん、まあ、パウエル議長も少しこうハト派寄りの発言になっていたりというムードになっているんですが、アメリカは利下げいつすべきなんでしょうか。うん、はい、いや僕は別に6月で、まあ、6月いいと思ってるんですけど、まあ、はい、メキロンからすると早めにもう利下げしちゃって僕はいいと思ってるんですが、まあ、僕はどちらかというとインフレに、まあ、インフレはもう終わっ、まあ、アメリカのインフレも相当沈静化してるし、はい、で経済に配慮した方がいい局面に移ってるんじゃないかなと思ってるんですが、でも、はい、まあ、FRB の中ではね、やっぱりそれは僕みたいなハト派の人ばっかりじゃなくて、意見の濃淡の差がありますっていうことだと思うんですよ。で、まあ、少し、まあ、今、大橋さん説明してくれたように、先週、やっぱりウォーラー理事が、まあ、1月分とその2月分のインフレの指標が結構高かったと。で、これを普通に踏まえると、うんうん、当然利下げのタイミングも遅れる可能性もあるし、みたいなことを言ったわけですよね。In my view, it is appropriate to reduce the overall number of rate cuts or push them further into the future in response to the recent data. This just reflects the reality of managing an outlook in real time as data comes in.、うん、はい。で、まあこれだけ見ると、まあ、やっぱりちょっとこう、まあ、ウォーラー理事ってもともとタカ派寄りだったんで、やっぱりインフレに対して、やっぱり僕よりも慎重かなという気がするんですね。まあそういう見方が反映されているのかなとある一方で、ただパウエル議長、まあ、先週のその PC 価格指数が出た後にも講演して、まああと、講演したその内容自体は、その先々週の FOMC の後の記者会見でのトーンとまあほぼ同じ。As I mentioned earlier, the fact that the U.S. economy is growing at such a solid pace, the fact that the labor market is, you know, still very, very strong, gives us the chance to just be a little more confident about inflation coming down before we take the important step of cutting rates. And so we're not going to take that step until we are confident. We don't think it'll be appropriate to do so. ただ、パウエル議長、まあ、先週のその PC 価格指数が出た後にも講演して、まあ、あと、講演したその内容自体は、その先々週の FOMC の後の記者会見でのトーンとまあほぼ同じでしたね。はい。で、パウエルさんはどちらかというと、その、もちろんインフレが2ヶ月ちょっと上振れてるんだけど、インフレのその全体の基調は、まあ、あまり変わってないだろうと。まあ、あまりその単月のね、インフレのデータだけで、まあ、判断するのはいかがなものか、はい、どちらか比較的その、抑制されてるんだ、大きなストーリーは変わってないみたいなことを言ったんで、まあ、ハト派的だというふうに言われたわけですね。だから、はいはい、ちょっとね、ウォーラー理事はもうオピニオンリーダーになってるん で、パウエル議長は当然執行部で中心で、だから少しこの2人の中で少しやや意見に乖離があるかもしれないという程度ですね。はい、でも、ウォーラー理事も、はい、あと 2,3 ヶ月要は少なくともデータ見なきゃいけないって言ってるんですよ。はい、別に要はさすがにちょっとインフレ上振れたんで心配だけども、でもやっぱりトレンド見るにはもうあと少なくとも 2,3 ヶ月見なきゃいけない。でそれが落ち着いてれば別に、あ、じゃあもうインフレがね今、まあ、3% ぐらいに落ち着いてきていて 2% に向かいつつあるっていう、まあ、定性的な判断ができれば、まあ、ウォーラー理事も強くはその利下げには反対しないんじゃないかなという僕は思ってるんで、まあ、今はね少しこう、交換の間で温度差、主要なメンバーの中でも温度差があるし、まあ、あとその先週の発言だとそのボスティックアトランタ連銀総裁 は、はい、後半は利下げは1回だけだと、1回、はい、一方でグールズビーという、はい、シカゴ連銀総裁は、まあ、彼は3回、
で、3回ってドットチャートの中央値なので、だから要は、メンバーでも今、そのインフレへの受け止め方が、結構差があって、で、ちょっとやっぱり6月の利下げって一応今中央値だけど、ドットチャートの中で、要は年3回だとすると、年3回利下げだとすると、まあ、25ベースずつその四半期に下げるとすると、まあ、6月の利下げっていうのが、まあ、一番あり得るだろうと思ってる人が、まあ、一番一応多い。だけど、ほぼ半分なんですね。だからその半分だから、やっぱり意見の相違が多少あって、少しこう慎重になってる人もいるっていう程度なんで、まあ正直まあ、ポーカーの人もみんな五分五分だと思ってるし、あとはそのやっぱり出てくるインフレの指標で決まるっていうのがもう、現実じゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。で、このメスなんで、あえて予想をすると、まあ、ここ2ヶ月のね、インフレの指標が、要は落ち着けば、まあ多分6月利下げだと思うので、で、僕はどちらかというとそちらのシナリオの方が、まあ、高いんじゃないかな。つまり1、2月のインフレはちょっとやっぱりいろいろテクニカルに上振れてるという部分が強多く出かっすぎたんた。で、で、それが落ち着くことで、まあ、それなりに落ち着いた。少なくとも1、2月よりは、落ち着いた、伸びが出てくるのが、2ヶ月続けば、まあ、6、はい、まあ、これ一番早いって、タイミングだと思いますけど、6月の利下げっていうのは十分あり得るかなっていうふうに思いますね。まあ、一番早いところでは今週の雇用統計での平均時給とか、労働市場はいかがですか？例えば今夜の ISM ですとか、あとまあ雇用統計のまあ労働市場の数字というのそうですは。ね。まあ、それが一番、まあ、労働市場がやっぱり減速してるかどうかっていうのは結構重要な、あらめる論点で、まあ、で、パウエルさんなんかは、いや別に労働市場多少強くてもインフレが下がってもいいみたいな、ちょっとロジックを少し変えたりとかしてるんで、まああしんてままりす。関係ないっていう部分あるかもしれないですけど、でも、やっぱりさすがに、ちょっとね、労働市場の統計も、乖離があるじゃない。少し、いや、ちょっとこう方向違うのが出ていて、そのノンファンペイロールっていうより、非農業部門の雇用者数だと、なんか加速してるように見えるんだけど、でも失業率が上がったりと上がっか、てまあ、まあす。と、ジョルツとか、ジョルツはその、求人とか、徐々に減ったりとか、まあ、結構バラバラなんですよね。だからまあ、最後、総合判断すると思うんだけども、まあ、多分出てくる指標も、ちょっとこう、いろいろテクニカルにブレてて、こう、マーケットはね、それに一喜一憂すると思うんですけども、ただ僕はやっぱり基調、まあ、なんだろう、経済全体が、まあ、去年のすごい高い成長から少し減速してるんで、まあ、労働市場のそのね、緩みみたいな、要は、逼迫度合いみたいなのも、やっぱ和らいでると。あとはその、まあ、その、FRB も、ようやくというか、FRB も、まあ、これ、要はその、労働市場がなんでこんなにバランスしてきてるかっていうのは、やっぱりその供給要因が大きかったっていう分析を、まあ、今多分してると思うんですね。で、いろいろその、要は、要は移去民年、ですね。移民がこう増えてきてるっていうのは、もうずっとこうストーリーベースで言われてたんですけども、でも本当に数字ではなかなか確認できなかったんですが、まあどうやらその、いろんなデータとかから見ると、相当その去年、やっぱり移民、そのコロナの後っていうのも当然、コロナからの回復もあるんですけども、あとまあバイデン政権の、その、まあ移民に対してやや寛容な、寛容な、寛容なその措置をしたっていうことで、まあその不法移民を含めて相当やっぱり増えてるらしいっていうのが、足元、こう、見えてるんですね。で、それで結局、その、やっぱり労働市場に人が足りないっていうのが、いわゆるその、人手不足が、こう、顕著だった、いわゆるその、まあ、レストランとか、そういうところで働いてる、まあ、その後、建設作業員とか、そういうところで働いてる人たちが、やっぱりその、増えてきてるっていうのが結構これあるんで、で、それも踏まえて、やっぱり FRB は、まあ、バランスをとって、少し、要はその、まあ、労働供給が増えていて、別に雇用が増えてるんだったら、別にそれは問題なくて、まあ、もしくは需給バランスって意味で見ると、まあ、その、まあ、賃金だったりとか、そういうところをより慎重、より見ていこうっていう、まあ、そういう感じになってる感がありますね。そして、先週は3月の日銀の金融政策決定会合における主な意見が公表されています。また先週27日には日銀の田村審議員が青森で講演し、ゆっくりと着実に正常化を進めていく当面緩和的な金融環境が継続するというふうに発言されたことで、ちょっとこう為替市場でドル円相場が円安に進むなんていう局面がありました。この田村さんっていうのは、まあ、ちょっとこう一番高派寄りの方だっていうそうですふうね。に言われているので、あれ、あんまり高派トーンの発言じゃないなっていうことが、マーケットに影響した模様ですが、いかがですまあ、そういうことを、そういうおっしゃる通りなんですけども、か？いや、もうさすがにね、
この、いわゆるマイナス金利と YCC 含めた、いわゆるはい。異次元金融緩和を、まあ、解除された後のご発言ですよね。そうですうん、で、ね。まあ、おそらくまあ、おそらく田村審議員は、その、いわゆる副作用を、まあ、重視されていた方なので、まあもうその、いわゆる、こう、やりすぎだと、自分が思われたところが、まあ、とりあえず3月の段階でこう解除されたんで、まあ、それでとりあえず、まあ、ひとまず満足されてるっていうことだと思いますね。で、要はですね、利上げをどうやっていくかっていうことに関しては、まあ、多分、おそらく、まあ、タカ派の方でも、そんなにこう、明確なビューがないんだと思うんですよ。うん。で、まあ、だから、まあ、上田総裁も、とか、まあ、強調してますけど、まあ、一応緩和的な環境を続けていくってことしか、まあ、今のところまだ言わないと。多分、議論が全然煮詰まってないんだと思うんですね。うん、まあ、だから、おそらく、あまり利上げいつでするかっていうことに関しては、他の人も、まあ、あまりイメージがなくて、まあ、これから、まあ、おそらくその、議論、データ見ながら議論していくっていうことだけだと思うんですね。はい。で、まあ、主な意見中には、当然、まあ、3月のね、決定は当然多数決なので、まあ、2人反対してる人もいるし、まあ、主な意見の中では当然その、いや、まだ早いんじゃないかとか、もうちょっと慎重にみたいな発言もあったので、まあ、それが一応確認されたということで、まあ、満場一致でね、今回、この3月の、まあ、歴史的な、その、と言われるその決定がされたわけじゃないっていうことで、まあ、当然、その、利上げしていく中では、もっとより、こう、慎重な人たちの意見を反映する議論が当然行われるだろうっていうのが一応、先週分かったっていうことですよね。なので、まあ、そういう思惑もあって、少し、まあ、ハト派的かという解釈されたってことだと思うんですけども、まあでも、まあ別に特段ハト派というか別に新しい情報何もないっていうふうに見ればいいんじゃないかなっていう気がしますね。まあだからまあたまたま材料になったっていうことかなっていう気がしまあ、ます。ちょっはとい。先入先週の観反が応あっに関たっしては。ていうことですかね。そして今日は4月1日ということで、日銀短観発表になっています。大企業製造業景況感プラス11。前回12月調査のプラス13から悪化、四半期ぶりの悪化となっていますが、これ市場予想は上回っています。これ自動車セクターがプラそう、自ス動車28が、から13へとね、悪化。はい、自動車がやっぱり、まあ、不祥事の問題とかで、まあ、生産止まっちゃってるところがあるんで、まあ、それはもう明らかに出ますからね。まあ、だから自動車以外は、そんな悪化してないので、概ね良かった。おおむね良かった。だから僕が、まあ、ヘッドライン見た時には予想がいいなっていうふうに思いましたね。まあ、あと、その、いわゆる非製造業も改善しているこのれ良かったで、うん、まあ、だから、ですね。景気はね、まあ GDP とかで見ると弱い議論、あとその個人消費もまだまだ全然弱いっていうのはその通りなんですけど、まあ少なくてもやっぱり企業サイドからすると、要は、まあ、いわゆるその特殊一時的な面で説明できる自動車以外は、まあ景況感は、まあ悪くない。まあ多分その世界経済全体が安定してるってこともあるし、まああとはその円安がずっと進んでるんで、まあ業績的に見ればね、いや、儲かってしょうがない企業さんもやっぱり多いっていうのが多分今現状だと思うんですよ。まあそれが、まあおそらくその今回の短観で、確認されたっていうことだと思いますね。まあですから、ね、まあ僕は短観待ってからね、4月には、ね、マイナス金利解除してもいいんじゃないかと思ってましたけども、まあ結果オーライですかね。一応短観見て日銀も安心したんじゃないですかね。まあそんなに悪くなってないし、まあ、あと、その設備投資計画見ても、まあ、去年と同じぐらいなので、まあ、企業サイドからすると、十分お金があって、設備投資も、まあ、それなりにやっていこうと。まあ、問題はね、その計画が出ないことが問題なんで、まあ、そこはちょっと別に議論しなきゃいけないんだけども、まあ、とりあえず、まあ、GDP とかで見られる弱い数字よりは、まあ、日銀が一番信用している、まあ、この短観は、まあ、全然悪くなって。まあ、むしろ、まあ、これでね、利上げの可能性が高まる、利上げに一歩近づいたとこまで、そこまで強くはないと思いますけども、まあ、3月の判断がそんな間違いじゃなかったってことは、とりあえず、短観で確認されたっていうことかなという気がしますね。そうですね。企業の想定為替レートはい。うん。141円42銭ということで、今150円台にあることを考えると、まあ、円安の効果というのは今後も、まあ、期待はできるということであ、す今かの段階ね。だとね、この140円で、まあ、ちょっと増益ぐらいなんで、まあ、そこまで、仮に140ぐらいだったら多分、全然問題ないっていうことですよね。まあね、今の150円ってのは、やっぱり、まあ、これだけ円安すぎると言われているぐらいですから、いや、それは、ね、企業セクターにとっては、まあ、これで恩恵を受ける企業さんの方がむちゃくちゃ多いっていう、まあ、そういう状況ですよね。まあ、だから、この状況続くと、
ね、日本経済は、そんな強くはないんだけども、なんとかその回復、緩やかだからも回復っていう感じで、推移してるっていうふうに考えていいのかなという気がします。はい、そして今日の短観の全規模、全産業の雇用人員判断指数 DI、これ、マイナス36でした。91年11月調査以来、33年ぶりの低水準。このマイナスの値が大きいというのは、人手不足感が強いことを示すということなんですが、今、人手不足だというのは結構言われているんですが、一方で厚生労働省が発表する有効求人倍率というのは、これは低下傾向にあって、これはそれほど逼迫していないということを示しているんですね。そうなんですよ。なんで乖離が生じているんだろうという疑問があるんこでれすは、日経の新聞さんが、ね、扱ってたってこともありますし、これほとんどエコノミストしか知らない世界で、多分普通の方はね、あんまり興味ないと思うんですあんけまりど、気にしては見てないです、気にし私。てなくて、要は、有効求人倍率で見ると、要はその、ハローワークを通じた求人数みたいなのは減ってるんですね。少しやっぱり、鈍化してるってことなんだけども、だけど一方でやっぱりその、世の中で、要は単管で見たその企業の実感から、企業からの実感からすると人手不足だよっていうのが、より強まってるっていうことで、やっぱりそこが乖離があります。で、その定性データと、いわゆる定性データですね。その、アンケート調査の判断ベースと、あとは、定量的なその数量のところのデータが少し違ってるっていうことなんで、これはちょっとね、僕らの世界でもちょっとパズルだったんですけども、一つの可能性として、日経の新聞は完全には、明確にはその原因は指摘したいんだけども、やっぱりちょっと有効求人倍率ってこれは、ハローワークを通じた求人数とかなので、もともとね、やっぱり世の中の転職とかも含めて、その求人がじゃあハローワークス経由のどれだけ行われてるか、求職、その職に就くっていうのはね、やっぱそれはね、当たり前ですよ。年々やっぱ減ってるわけですよ。これだけその、そうですね、ね、民間のね、その、いわゆる転職サイトとか、人材派遣業とかが増えていて、当然その、職を得る方の多くが、そういった民間のサービスを使われてる。多様化だしてますから、ね。本来であるとそっちの方が、そっちに移ってるから、その政府サイドの統計がちょっと下に出てるって可能性は、あるかなっていう気はしますね。だからそれが一つの乖離の要因で、だからあんまりその、これ実際アメリカでも同じようなことが起きていて、アメリカもやっぱりその政府統計がちょっと頼りにならないんで、いわゆるその民間の、調査が、民間のいわゆるその転職、人材派遣業みたいなのをやって、出している、求人の数のデータとかが使われたりとかしたりとかしてるんですよ。政策判断に。だから、そうですか。日本もそういう状況になる可能性はあるんで、ちょっと時だ代からにち合わょっなとくね、なってる。政府統計ばかり見るのはちょっと我々の世界でも少し時代遅れになってるので、そこはちょっと割り引かなきゃいけないかなっていうことでいいのかなというふうに思います。ですから、あんまり、他、有効求人倍率が下がってるっていうのは少し気にしてはいたんですけど、でも、そんな、景気全体が減速して労働市場が弱くかのかなって言われると、日本の景気もパッとはしないんだけど、でも、労働市場がそんなに悪いかって言われると、他のデータとか見てもですね、別に失業率も安定してるし、そんな悪くなってないのかなっていう気はするので、ちょっとそこはね、統計の少し特性とかを見て、判断した方がいいかなという気がしますね。ありがとうございます。今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。